ようこそ。可愛いのにな、ちゃんと弾けたらな。すごい曲やったわ、これ。どうっていうのがいいね。めっちゃ優しいな感じ。先輩に会ったような気持ちになってる。電車がめっちゃいろんな駅に止まってるような感じでした。
葉は、いや、楽譜は言葉であると言っておこうか。壊れるなっていうのが流行ってるけどね、その通りだよ。楽譜は言葉である。で、こうやって頭をかき出し出した。頭がかゆいんです。素晴らしき鍵盤の世界、この膨大な量の楽譜を残してくださった鍵盤の作曲者たちに感謝します。僕がこの時代に現れたことを僕に感謝ます。このネットの時代にね、楽譜をめちゃくちゃ集めることができたんだよ。東京ドーム分ぐらいの楽譜入ってるわ。東京ドーム分ぐらい。喋り方がおかしくなってきたよ。喋り方おかしくないですか？喋り方変じゃないですか？お父さん大丈夫ですか？薬やってますか？これは怖いね。やりたくない声は今やりたくない。もうそういうのやりたくない。もうやめてよ。疲れてる。もうしんどいね。甲状腺刺激ホルモン、何それ？甲状腺刺激ホルモンって何やろ？美味しいんかな？
私は病気のことは分からんわ。超絶健康やから。自分が普段何を気にするかを自分でコントロールすることができたら、そいつはものすごいことするよ。恐ろしいよ、俺は。まあでも、ゆっくりオーランドリボンズ引きたいな。ビールでも飲みながら。ビールは今日は飲まんわ。今日は飲まんけど。オランドリボンズ。これね、何の曲か知らないけど、でも俺はね、なんかこれを読んでて、勝手にもうストーリーができちゃってんのね。学校に入っていってんねんな、学校に。この楽譜を絵として見ている、僕は。学校みたいに見えんねん、楽譜が。学校みたいじゃん。昔の小学校とか思い出すんだよ、こういう構造やってんのか、校舎が。そんなことを考えながら弾いてる。懐かしいわ。オーランドジボンズめちゃくちゃ鬼畜な編曲してくる。めちゃくちゃ細かい音符書いてくる。
駅近のお店みたいな。そう、なんかお店みたいな。何か書いてあるね。指番号が書いてあるね。本当にそんな指で弾くの？誰もいなくなっちゃう。誰もいないじゃん。ひどいよ。消失ですか。一家消失ですか。まあそんなこともあるんだろう。本当にあのね、か実際にあったこととかをなんか曲にしてるんですよ。友人が死んだとか、お祭りがあったとか、そういうことを曲にしてる。とか、なんか、メモ帳代わりみたいなとか、ドレミファソーで曲作ってみたとか、そういうニコニコ動画みたいな世界がここに入ってる。当時のヤバいやつらが作ってる。です。巨大な曲集。
やっぱり僕らは機関車トーマス。線路が敷いてあって、それを蹴散らすことができない時があったりするんだね。なんかわけわからんくなった。バルファルクか。バルファルク行くわ。なぜバルファルクなのですか。カベソン昨日弾いたよね、多分ね。カベソンよりも前ぐらいの。リュート、鍵盤じゃなくて、鍵盤ができる前のリュートでやってたんですよ。フーガを作ったんですよ、リュートで。多分こんな本出して頭いいんだな。それの天才、リュートの天才。嘘が壊れてしまってるわ。いや、脳みそは壊れた分進化しているんだよ。ひらりひらりと毎朝のように姿見したり波長、夏の夜の真ん中、月の下、喜びとしてのイエロークレヨンビタブルーに、なんだっけ、思い出されへんわ。なんかちゃんと歌おうとしたら緊張して思い出されへんわ。がっかり。そんな感じで、壁ゾーンより前の、幅ゾーンに何でも引っ張り出してくるな、俺は。幅ゾーン。ちょっと待ってね、一回あれすぐは言うわね。一回。